11月15日銀券支部会の最大イベント第20回全国銀券支部同大会が日本武道館に1万5000人のファンを集め華やかに開催されました。ただいまから高松宮市がん研究基金保佐財団創立20周年記念第20回昭和62年度全国銀券支部同大会を開催いたします。本日のこの大会を際しまして、文部大臣の代表としてですね、文化庁の長官、それにまた NHK のですね、副会長、さらに、外国の駐日大使の皆さん方をはじめ、さらにここに、ご列席のですね、皆さん方のご心にも賜りまして、誠にありがとうございます。あつもり全国銀券支部同大会が20回という大きな節目を迎えられまして、このように全国各地からたくさんのご参加の皆様一堂に集われて盛大に開会されましたことを心からお喜びを申し上げたいと存じます。今年度の全国銀英コンクール、県支部コンクール、県支部軍部コンクールの優勝者と優勝団体に高松の宮筆笹川会長賞、文部大臣賞などが授与されました。目指せ世界平和、目指せ住みよい生活環境づくり、このテーマのもとに世界の隅々へ飛び世界の要人と手を取り合う笹川会長の大いなる日々は今日も続く。